岩の呼吸一の方ケイジ君。おい、キアそれ。いやおい、それキアおい。キだ。何やあれお前。あ、なんか踊っちゃった。姫女さん、姫女さん、どうしたどうした、キャラ崩壊してる。怖い。マスギ人間オー。よーし、ちょっと最近ビクロ全然取れてないよな、俺ら。いや、全然取れてないですね。うん、いや、ビクロって取れるもんなんですかっていうか。いや、意外とね、取れるときは取れるんだけどね、なんか。いや、なんかもうあんまりとやってると取れないよね。いや、違う、多分公式に、なんか取れないようにこう、工作されてるんじゃないですか。なんでそんなことするメリットあるか、公式側。多分そうですよ。俺ら二人でビクロ取らせへん、そんな意味ないやろ。俺らがプロゲーマーになっちゃったらまずいじゃないですか。まあ、まずいやろうけど。一人野良でまた入ってるね、そういえば。あ、ほんとだ。なんで最近入りますね。ルート、多分2001年生まれなんだろうな、この人。かわいいね。多分ね、多分そうでしょう、ね。もしもーし。こんばんは。おお、なかなか渋い声してる。聞いたことある気するな。はじめまして。あれ、これもしかして銀さんじゃないですか？あ、銀さん。やかましいんだよ。銀ちゃんでーす。よろしくねー。いや、そっちじゃないだろ。あ、違うか。おいおい、これもしかしてあれだろ。鬼滅の刃の姫島さんじゃないですか？姫島さんなんですか？あ、なんというみすぼらしい子。かわいそう。生まれてきたこと自体がかわいそうだ。お前初対面の人に何言うてんねんお前。いや。あ、本当や、新内アマルになってる。新内アマルです、どうも。そんなことよりアマルの名前新内アマルになってる。どうも、新内アマルです。マスギ人間。え、姫島さん、なんか最近鬼滅のキャラ多いっすね。フォトナやってるんだみんな、やっぱり。あ、そう。やっぱ流行ってるんですね、鬼滅の中で。柱の間だよな。恋柱の方もやってましたよこの前。確かに柱の間でもな、ね、フォートナイト流行ってるし。あ、そうなんすね。流行ってるんや。でも姫島さんあれだな、不思議に俺全然テンション上がらんわ。あまるどうしよう。いや、私は上がってますよ。あ、多分上がってる。姫島さんじゃないですか。気使ってるこのあまる。気使われてる。あの、サインとかって漏れたりできないですかね。多分いらんだろうな、この感じ。ちょっと目が見えないんだな、今。あ、そっか、え、あれ本当に目見えないんですか。あ、そうなんだ。いや、あれなんですよ、俺らアニメで入ったんで、ちゃんとこうアニメが出るまで最初待っとこうぜみたいな感じのあれだったんですよ、僕たち。だから単行本読んでないんで分かんないんですよね、姫島さんについて。まあそうだな、一言で言うと鬼殺隊最強かな。え、もうそれはそうなんだ。親方様がから言われてるんですか。お前は最強だって言われてるんですか。いや、自称だ。自称。自称だ。そこ自称なん。だったら私姫島さん最強ですよ今。自称ね。みんな最強だな。柱の中でも強いみたいな噂を聞いたんですけど。強だ強って言うんだ。強だ。弱そうだな。あんま聞いたことない。弱そうな表現の仕方やな。え、じゃあ富岡さんより胡蝶さんよりも強いってことですか。あんなの私からすれば赤子みたいに。赤子マジっすか。姫島さんから見たら俺らどう見えてんやろ。アリ飲みおい。初対面の人間に何言うてんねんお前。つい本音が。え、でもあれっすよね、なんかね、人気投票キャラ最下位みたいな断トツ噂ありますけど。え、すごいだろ。4票しか入らなかった。マジっすか。え、あれ1位誰なんすか。炭治郎だったような気がするよ。そのあの1位のとのその差が知りたいっすよね。なんかそんなにその参加してる人がいなかったのか、投票自体に。1位がね、そう50票とかあったらまあ、とかやったらまあまあまあ4票かみたいになるけど、大体どんくらいなんすかね。もう何千とか何万とかの単位だぞ1位は。本当に人気ないやん。マジで人気ないやん。多分それあの家族が入れてくれたやろ、姫島さんの。あ、お父さんとお母さんと弟の。来たね、家族票や。1票は自分で入れた。いや俺嫌いじゃないけど、俺好きだけど、確かに票は入れなかったっすね。俺がもしそれやるとしたら義勇だもんな、富岡。俺誰だろうな、入れるとしたら。間違えた、今の間違えた。やめてもいいですか今の。あ、姫島さんに入れました。今第2回の投票してるからな。あ、マジっすか。あ、そうなんすね。姫島さんをよろしくな。じゃあ入れるとこまで。わかりました。キャプチャーしろよお前動画。じゃあこの動画見てる人はね、あの高評価とチャンネル登録と、今回だけプラスで姫島さんに投票するというね。あ、そうだね。俺らでさ、姫島さんあげようぜランク。姫島さんの操作しようぜ。なんかさ、ネットで一回流行ったの知ってる。あれでしょ、コイルを1位にするみたいな。コイルが1位になったでしょ。あれでさ、姫島さんあげようぜ俺らで。皆さんお願いします。お願いします。ブス姫、あ、ジメハ、え、名前、あ、ジメさんにね、しめじさんに投票お願いします。もう名前間違えて持ってる、忘れて持ってる。姫島行明だ。姫島行明さん
あんなにね、なんか人のことかわいそうにとか言っておきながら、一番自分がかわいそうだったみたいなね、感じですよね。本当、まさかな。自分で言ったことが全部返ってくるとはな。ビジさんにはいらないかもしれないけど。彼女さんの時やったらな、あんなにテンション上がったのに、なんでやろう。やめろやめろ、お前。過去心の声、過去心の声。心の声ね。なんでなんやろうな。全部聞こえてるぞ。フォートナイトももちろん強いっていうことですよね。ああ、もちろんだ。姫島さんこれどうぞ。でも姫島さん今シールド何か分かってなかったですよ。いやあれでしょ、シールドいないでしょ、ノーダメで勝つから。あ、そっかそっか、強すぎて。そうそうそう、食らわないのか、そもそも。まあ普通の弾丸ぐらいだったら余裕で耐えられるな。確かに。え、姫島さんってどういう戦い方するんですか。まああんまりそのネタバレになっちゃうんで、あんまりその詳しく教えてほしくないんですけど、こう軽くちょっと聞きたいですね。そうだな、やっぱり岩の呼吸っすか。もちろん岩の呼吸だな。岩の呼吸せんやろ。岩の呼吸なんだ。ちなみに武器は、はい、日輪刀というよりはモーニングスターみたいのを振り回してるさ。危な。モーニングスターって何。鉄球にトゲついてるやつみたいな。それ戦闘中に出てくるあのちょっとレアな忍者のやつやん。じゃあ刀使わないですね。じゃあ刀くださいよ、それ。いやこれはちょっと、いやくださいよ、高値で売れるんだからね、アマル。くださいよ。人気もないことやし、俺らの方が多分人気っすよ。姫島さんより俺らの方が多分人気っすよ。おい、やめろよお前。ああ初対面だぞ。確かに確かに。いやでも初対面で俺みずぼらしい言われてるから。みずぼらしいね。みずぼらしいって言ってたけどね、俺今。ほんと？みずぼらしいって言ってなかった？言って言って。このボケ。かわいそうに。おい姫島さんよ、おい、これがこれがあんたの呼吸だってか。こっち来てみろよ。なんかあいつ人質取ってるかも。これがあんたの呼吸だってか。人岩や。人岩や。滑ってやるよ。あ、岩獅子取ってる、岩獅子。岩は友達だ。来てる来てる。俺のもんだ。じゃあそっか、今回だけちょっとレンガの素材だけ全部姫島さんに渡すか。多分その方が強い。あ、まあ確かに確かに。強いだろうしね。これ取ってください。はい。これ岩なんで。これをどう使うかちゃんと見たいよね。見ものだよね。まあよく見てみろ。岩の呼吸。あ、岩の呼吸やってくれるよ。やってくれる。岩の呼吸。岩の呼吸。一の方。建築。おい、木やそれ。いやいやいや。おい、それ木やおい。木だ。何やあれお前。あ、なんか踊っちゃった。姫島さん、姫島さん。どうしたどうしたどうした。どうした、キャラ、キャラ崩壊してる。怖い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 。岩の呼吸。一の方。建築。おお。ドヤさん。なるほど。これでもね、俺も使えるんですよね。あんま言いたくないですけど、木遁使えるんで俺。はい。ケツの呼吸。ちょっと待って。あ、ケツの呼吸。11の方。開門。おお。開いたな。で、姫島さん、大体こういう撮影の時って1回目のこの、あ、意外と敵出てこへんやんって時にビクロ逃すともう勝てないんですよ。そうなのか。なんでここで絶対に取りましょう。取ってやりましょう。もちろんだ。私に任せろ。姫島さんは誰と仲いいんですか、柱中らと。あ、気になる。あ、そうだな、品津川と仲がいいかな。品津川。そうなんですね。はい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 。品津川っていうとあれですよね、こうなんだろう、ピンクと緑の髪色でね、こうおっぱいがでかくてすぐ恋しちゃう、あの子。それ恋柱。え、あの音柱さんじゃない、違う。体中に傷がついてる。ああ。え、あの人と仲いいんだ、意外っすね。炭治郎、あ、最初に死んじゃったあれか。炭治郎の一番最初に死んじゃったお母さんの。ちゃう。傷だらけだった。え、お前見てへんやろ。いやだって傷だらけでそこまで亡くなってもうたやん。ちゃうやろ、あのねずこに血飲まそうとした、あのめっちゃ嫌なやつか。そう、あのめっちゃ嫌なやつだよ。あいつめっちゃ嫌いや。お前あんなやつとつるんどるん。いや、実はな、あいつ結構いいやつなんださ。ほんとかよ。どんだけあいつがええやつでもな、俺のねずこに手出したやつは許さん。ほんで敵おります。あの名前忘れた。姫さん。姫島さんやろ。姫さん敵います。任せろ。あ、敵いる敵いる、後ろにいる後ろにいる。素手で殴り殺してやる。怖い怖い怖い。多分やられる。姫島さん行っちゃってくださいや。今の呼吸やっちゃってくださいや。姫島さん走ってる走ってる走ってる。おい、姫島さん走ってる。大丈夫かあれ。めっちゃ無防備で大丈夫かな。俺らが援護しよう援護しよう。当てた当てた当てた。ナイスナイス、援護援護。姫島さんやっちゃってくださいや。姫島さんなんか倒れてるやつに
撃ってバウンドホットだ今。倒したぞ。ライスです。ここにいる。ライスです。ライスです。ライス。姫野さん殴ってくださいよ。どこだ。上上早いですねこいつ。逃がさない。やばい。建築ってどうやんだっけ。やばいやばいやばい。一人やりました。ライス。ライスです。あれ姫島さん倒してます？やってます？あ、もちろん倒した。ナイス。姫島さんでも意外と生きてるな。もう死んでるかと思った。確かに。いいぞいいぞいいぞ。なんか。オッケー倒したこのパーティー。おいそれ。とりあえず。姫島さんやりましたね。やりましたな。姫島さん何キルですか？私でもいいですよ。それ姫島やなくてゼロ島やゼロ島やないかい。ちょっと意味がないですね。なんというみすぼらしい返しだ。確かにうまいこと言われてきたこと自体がかわいそうだ。ちょっとあそこでそこまで言うか。姫島さんよ。あれは敵だ。いるね。いるいる。敵きますよ。任せておけ。姫島さんなんかないですか。必殺技みたいなないですか。必殺技そうだな。ああ姫島さん。姫島さん。必殺技そうだな。ピコピコ。全集中。岩の呼吸。三の型。そうだな。そう。負けたやん。さっき一の型より弱いんや。OK やった。ナイス。まだある。やりますね。うわマジかよ。マジか。俺が姫島に取って代わろう。姫島さんなんか応援歌歌ってあげてください。チャレレ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 チャレチャレ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 レうるさくて声音聞こえんかった。いやーねもうあれから1週間ずっと姫島さんって言ってるから俺らもちょっと姫島さんの言葉遣い映ってきたかもしれへんな。あまるビスボらしい。あ映ってる。ちょっと声似てへん。ビスボらしい盾や。俺に言ってる。あまる俺に言ってる。ビスボらしいフード。お前そんなこと言ったらなんというビスボらしい仮面だ。ビスボらしい。かわいそう。作られたこと自体がかわいそうだ。なんてやつだ、みすぼらしい。なんというみすぼらしい動き。ダンス自体がかわいそうだ。ああ、みすぼらしい気球。ああ。なんとかわいそう。ああ、なんというみすぼらしいバスだ。かわいそうすぎる。ぶら下げられてることがかわいそうだ。おい、どこに降りる？みすぼらしい、ここに降りよう。いや、長くなるからここだ。みすぼらしい、浅はかな考えだ。なんというみすぼらしい飛び方だ。はあ、かわいそうな落ち方だ。やっぱりこっちにするでぞよ。発音がいい。なんというみすぼらしい英語だ。発音が最強だ。みつぼみつばちハッチ。みつばちハッチ。懐かしい。懐かしいアニメ出してくるな。世代交代の話はやめるんだ。世代交代。こっからなら敵狙い放題。あーい。姫島、このテンポでフリースタイル勝負してみたっていう。いるぞ。なんというみすぼらしい家だ。みすぼらしい宝箱だ。みすぼらしい銃だ。三つ星らしいレストランだ。なるほど。倒したぞ、みすぼらしい。ナイスだ。まだいるんじゃないか。ナイス、みすぼらしい。まだいるぞ。まだみすぼらしい。痛い痛い。あいつはかわいそうなやつだ。殺してやろう。ああ。やられた。なんというみすぼらしい仲間たちだ。みつごらしい。お前はみつごらしい。実はそれ衝撃の事実やろ。それはみつごらしいぞ。それは衝撃。待って出れん。かわいそうに、まあ、ピエンピエンピエン。岩の呼吸11の型ピエン岩のピエン。